そんな携帯を取らないぐらい。あ、細川さん。返してくれる？ちょっと走るのが怖いんだけど。さすがです。ちょっとバレー部やからさ、かなり持ち前の。これ逃げた方がいいんかな。あ、いた。あ、ついてくるなっていうこと？ストーカー行為してんじゃねえよみたいな。仁王立ちしてる。ごめんってついてって、でもな、他に手がかりないんだもん。ちょっとセーブしよう。あ、ん？どこに行くの？また下から出る？上から？あ、いた。仁王立ちした。はい、行きまーし。知ってるよ。すごい。なかなか労力なんだからね、これ。あら、いない。なんだよ。このままこいつついてっていいのかな。こう争ってる時にさ、ポケットをスカートのポケットから盗むというのはダメなのかな。セクハラか。めっちゃ待ち構えとるけど。この子関係ないんかなぁ。あ、登る？進んでるんだ、一応。よし、登ろう。なるほど、追いついたら、襲われる。じゃあ、追いつかないように、行けば、大丈夫。でもなんか仁王立ちしてるときはどうする？消えたよ。待ってみ。これ、やっぱ進まんにはいけんのかな？ウィー読み込んでる。あ、あ、いい感じ？今。ん？あ！なかなかの体力使うからね、これ。うん。すごい、リモコン振るよ、これは。なかなか進まない。だんだん白井さんドキドキ度がすごくなってきた。音はするけど見えないな。よし、ドキドキ減った。一応してるよね。キーンは言ってる。
けど姿が見えない。お！まあ安心したよ。どこ行っちゃったの？あ、いた。ちょっと後ろ向きかけたような気がしたけど、あ、なんでそんなゆっくり行くの？こっちには動画の尺というのがありましてね。今の音、まあ、とりあえずん？今4階 ?4 階か。3の2だよね。じゃあこっち、ん？こっち？こっち。ここける。あ、あいつらからならこの携帯も奪えるかもしれない。ああ、なるほど。白井さんの言葉ね。どうする、どうするの。え、さすが男。ごめん、よし行け。ごめんね、携帯ちょうだい。あ、なんで落としたし。あ、びっくりしたのか。ください。え、違う。メモ帳の方だ。そっか、この子から。この子から取ったんだよね。携帯。あ、取れる。あ、そっか。読者がいた。そこ？見てみようか。あ、え、新キャラ。誰だ？真っ赤だったけど、なんかどんどんキャラクター増えてね。まあ、ノートは帰ってきた。あとは携帯だ。髪の長い女の子も。細川さんか。いないね。適当に回ったら出てくるかな。ん？あ、イベント。誰だ？どうやって撮ろうか。お、すごいね。え？マジ？え、コーリングってこういうゲームやったっけ？え？ダイレクトに行っていい？あ、携帯、これ？これかな？
ていこう。なるほど。曲が止まった時は見てるから、曲が止まった時はこう隠れとかなきゃいけないんだ。それにしてもこれ、このドキドキ終わんないんだけど、セーブいつしたっけ一旦帰っちゃダメかな、セーブしに。あ、セーブしたか。どうしよう、行って短くなかった今。シラさんやばいあとワンチャン、めっちゃ遅いんだけど、これ一旦出た方がよくない？お、落ち着くの待とう。と、どこどこ、よかったよね、これ右から行ったら。こっちは行けない。あら、ここ行き止まりっぽい。こっちじゃないんだ。じゃあ次ダッシュしてみよう。おい、けた何してんだよなんだよシラさん頑張れ、行くよ。振り向いてダッシュ。開けて、セサバ頑張って。よいしょ、逃げるよ。これ なんで超斜めな、私。こちら合ってるかな。見るよ。そういえばなんか島あったっけ、こっち。あ、開いてた。おっしゃー、こっちの勝利よ。さっきの電話番号私はメモっとらんよ。もうちょっと逃げよう。もうちょっと逃げる。あ、セーブ的なものをしよう。この辺にセーブが、ジャストタイミングですよ。このセーブポイントで、セーブシーの、これで、いけるやろ。どうする、天野さん行く、それとも近藤さん行ってみる。天野さんどこに行こう。近藤さんが誰かわかんないしね。かけたところで繋がんないかも。よし。あー、ドキドキした。詰んだかと思ったわ。ん？通話中？え、合ってるよね。754。合ってる。
ダメなの？しょうがないな。りんちゃんかけてみよう。出るかな？出ないよね。もしかしたらもう転移して違う番号になってるかもしんない。どうだ？出ないね。よし、近藤さん行こう。通話中ってのが気になるな。え、じゃあ近藤さんのメモ取らなかった人はこれどこ行けばいいのってならない？あ、画面が。え、転移できるんじゃん。どこだろう。いきなり？おぉ。急ぎんちゃくか。しょっぱなからこれはビビるね。あ、携帯。え、これ。どういうこと？え？どういうこと？近藤さん？え？なるほど、鈴谷くんがちょうど襲われてる。今声がした。髪を切るもの。え、なに？ああ、飛んでいけと。そういうことですか。すごいな、携帯。ちょっとトイレ。ま、え、なに？なに？なに？今なんかブーってなったよ。な、なに？びっくり、え、なんで今携帯ブーってな、携帯じゃない。リモコンブーってなったん？前回、ここトイレ来た時さ、暗かったから、あ、なんかある。見れなかったんだよね。あ。教会で見つけた番号でも転移することができた。以前に自分が訪れた場所である必要はないらしい。何かしらの法則があるということか。あ、なるほど。足が痺れた。美容室に行きましょう。鈴谷くん、待ってね。でも鈴谷くんさ、結局さ、お化けになったんじゃないの？なんかそのつながりがまたよくわからないね。足が痺れた。やばい。何？